はい、皆さんご苦労様です。今日は1月15日土曜日、自宅で YouTube の撮影に臨んでいます。今日の話はですね、63歳のおっさんが情報発信を続ける3つの理由という話をしたいと思います。空さん TV というこのチャンネルをよく見ていただく方々、ありがとうございます。現在、約2年、1年と10ヶ月ぐらいですかね。YouTube を撮影し始めてから時間が経過経ちましたけども、まあチャンネル登録者の方々がようやく400名を超えたという状況で、まだまだ収益化のためのせんべい、にはほど遠い状況ですけども、地道にコツコツと、撮影を続けております。まあ YouTube、を始めて、今言ったように1年10ヶ月をして、またノートのブログを始めて、1年ほどです。ツイッターも同時期に始めましたので、ノートとツイッターで1年経過しました。Facebook もずっと前からやってたんですけども、最近はあまり投稿をしてないというふうな状況ですけども、たまに生活情報を発信しているという状況です。まあ、登録者数も少なく、世間様への影響は微弱でございますけども、まあ、63歳のおっさんがなぜ情報発信を続けているのかということをここでお話ししたいと思っています。3つの理由があります。その1つ目、ボケ防止です。そして2つ目、アウトプットするにはインプットが不可欠であるということ。そして3つ目、好奇心がなくなったら人間終わり。この3つです。早速ですけども、1つ目の理由、ボケ防止ですけども、まあ、シナリオを作って、で、文章を書く、そして話すという習慣を続けないと、やっぱり考える時間がなくなり、流されていくだけの人生になるという恐怖感に襲われるからです。書くこと、話すことが極端に少なくなるとですね、人とのコミュニケーション能力が低下し、まあ、孤立化の道まっしぐらとなるというふうに思っているからです。YouTube 撮影するにも一応、このように台本を自分で考えて作って、まあそれを読み上げているという段階、状況は、皆さんお気づきだと思います。まあ、現在仕事はですね、とあるプロジェクトを一人で、進めているわけです。まあ、とある中小企業の再雇用という立場で働いていますけども、まあ社内でチームワークで取り組んでいる仕事ではないので、まあ、仕事時間中の社員との会話が、まあ少ないという状況があります。まあこれまで組織のトップ、またサブで仕事を進めてきたことが多かったので、まあプロジェクトを専任化で進める機会というのは少なかったわけです。一人でプロジェクトを任されるなんていいご身分ですねというふうに思われる方もおられると思いますけども、実は毎日、結構孤独との戦いの時間を過ごしています。ですから、まあ文章を書くことによって、まあ自分の考えを整理して、まあそしてこのように話すことによって、まあ自分の考えを改めて検証してみるということ。この作業を続けないと、やっぱり、まあ考えることが少なくなるというか、自分の意見が持てなくなるというか、まあ最終的にはボケてしまうという恐怖感に苛まれている63歳でございます。次に二つ目の点ですけども、情報発信、アウトプットをするには、まあ情報収集、インプットしなければできないことです。まあ63年も生きてきてから、まあネタは豊富でしょうというおっしゃるかもしれませんけども、まあ今の時代にですね、昔の経験を話してもどれほど価値があるのかということを自分でも思っています。時代はどん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 GAFAによって塗り替えられていますし、まあメタバース、NTF の時代、Web 3.0 の時代に突入していきます。それで過去の経験が生きるかといったら、まあそれは、まあ、どうなのかなというふうに自分でも思いますんで、やっぱり、情報に関しては、その、今の時代に即したものを、まあ、63歳ですけども、一生懸命インプットしてアウトプットしていくべきだなというふうに考えています。まあ、我々シニア世代を含めてですね、もう誰も経験したことのない世界が今、起ころうとしているという認識で今は生きています。シニアは、まあ、年金もらって悠々自適な生活を送ればいいじゃないの、という時代ではなくなっている。
まあ、人生100年時代ということで、63歳でも平均寿命まではあと20年ありますので、20年どうやって生きていくかということを真剣に考えていかないとですね、なかなか、まあ、生きている意味、自分自身が生きている意味、そして社会にいかに貢献するかということの意味もですね、薄れていってはまずいなというふうには考えています。シニア世代でも老後不安を抱えつつ、まあ、年金だけでは暮らせないという現実があるということを私自身は認識しているつもりです。じゃあ私のインプット源は何かというと、まあ、毎日やってるのは、まあ、通勤途上と、まあ、帰宅時に聞く車の中で、ボイシーを聞いています。パーソナリティさんとすれば、まあ、池早さんであるとか、学部さんであるとか、伊藤洋一さん、あと、チキリンさん、女性ですよね。チキリさん、女性です。あと、女性ではワーママハルさんが面白いなと思って聞いています。あと、今流行りのキンコン西野さん聞いてますし、あと、作家の本田健さん、あと、経済をわかりやすく話してくれる DJ のびさんたちの声のブログから情報を得ています。まあ、その中で紹介された書籍を購入したり、実際に読み込んでいます。最近では、チキリンさんのこの自分の意見で生きていこうというのが、一昨日ぐらい発売されたんですけど、早速 Amazon でポチって読もうと考えております。これもチキリンさんのボイスを聞いてて買おうと思った次第です。まあ、自分はどんな時代を生きていて、そして日本はどこへ向かうか、そして世界はどこへ向かおうとしているのか、というのは、まあ、彼らの言葉からヒントを得ることができているということです。まあ、あと、ウォールト・ストリート・ジャーナルであるとか、ロイターニュースであるとか、やっぱり海外のメディアもいろいろと見るように、ネットで見るようにしています。自分のこれからの生き方を模索する点でも、情報のインプットが不可欠だというふうに思っています。そして、最後の三つ目ですけども、まあ、自分の人生を振り返って、まあ、大きな転機となったのが、まあ、26年間、勤務した会社を47歳で脱サラして、単身中国へ渡り、起業したことがあります。中国駐在時代につながった人脈がきっかけで、今の中小企業に再就職し、まあ、タイで工場を建設する役目を任され、まあ、タイ工場の運営までやれ遂げたことです。最後に、タイから、最後に、さらにタイからインドネシアへ出張してですね、インドネシアでの人脈も作れたことなどがあります。まあ、それらのきっかけとなったのが、やっぱり自分が持ち合わせていた好奇心だというふうに思っています。この三つ目の点、好奇心、ということです。まあ、好奇心がなくなったら人間終わりというふうに述べましたけども、今でもそういうふうに思っています。まあ、26年間の会社員時代にですね、ヨーロッパとかアメリカ、東南アジアの海外出張の機会は確かにありました。ユーラシア大陸の上空から、まあ、飛行機の窓を見下げると広がる広大な大地ですね。人間とはなんとちっぽけな存在であって、今悩んでいることは本当に小さなことかというふうに飛行機の上で感じたものです。まあ、宇宙をさらに視野を広げてみるとですね、自分の存在なんていうのは本当に塵に等しい、塵以下のものであるということですし、自分が成し得ること、成し遂げることには当然限界や制限があるわけですけども、そんなことを自分なりに考えてみても、なんか意味のないことだなということも、その飛行機に乗りながら考えていました。どうせやるなら、人生一回きりですんで、やっぱりお山の大将となって、まあ組織の権威役となって、まあ世界に自分の足跡を残したいというふうに、当時も思っていました。まあそれで、まあ26年間働いた会社を脱サラして、まあ中国とタイで約10年間海外生活を送ったわけですけども、やはり自分の好奇心があって、それを満たしたいなという気持ちと、自分が奮い立つような仕事に取り組んでみたいということがあって、シャニムに自分の好奇心を追い求め続けました。そして、まあ、タイで60歳で再雇用になって、まあ、現在は専任でプロジェクトを任されていますけども、まあ、自分はこの次に何をやりたいのか、
何をやるべきなのかということを日々考えながら過ごしています。好奇心がなくなれば人間が終わる。まあ、家の縁側でですね、妻とお茶を飲んで昔話や子供や孫の話をする。いや、それはまだまだ先のことだというふうに思っています。そういうふうに自分に言い聞かせています。63歳のおっさんが情報発信を続けている理由の3つ。1つ目はボケ防止。2つ目にはアウトプットするにはインプットが不可欠であるということを考えているということ。そして3つ目、好奇心がなくなったら人間終わり。という話でした。ちなみに YouTube はこのクーさん TV、ノートはクーさんノートというのをやってますので、文章の方、ノートの方でもまた、覗いてみてください。今日の話は以上です。よかったら高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。では今日は以上、ここで失礼いたします。